おはようございます。こちらは JR 宇都宮駅でございます。時刻は朝5時5分でございます。秋の乗り放題パス、青春18切符秋バージョンと言われているこの切符なんですけれども、宇都宮からどんな感じの旅行ができるのか、在来線のみの旅となりますけれども、今日から3日間ですね、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ここは宇都宮の東口になりますね。 LRT ライトライン乗り場ってありますけど、まだちょっと朝早すぎて LRT も寝ているようです。参考になるような、旅ができたらいいなとは思っているんですけれども、本当はですね、この宇都宮駅もうちょっと遅い時間に行こうと思ってたんですけど、おじさん早起きしちゃって、どうせ行くんだから早めに行こうということで、こんな早い時間にやってまいりました。ちなみになんですけど、この券売機、新幹線用のこの券売機のこのお得な切符っていうところから買うことができます。今回は静岡県と愛知県の白巡りの旅に出たいと思います。3日間ありますから、一応ですね6カ所の城に行く予定です。ああなんてこった、唯一入場できるこの櫓が月曜日定休日だそうですよ。仕方がないので外観だけ。家康公お手植えのみかん、みかんがなってます。静岡おでん、牛すじと黒はんぺんです。この段差がかなりあるね。これ見てください、これ結構段差があるんですよ。これ
いや、めっちゃくちゃ暑い。今日何度あるのこれ。30度あるんじゃない、絶対。もう10月ですよ。よいしょ、危ない危ない。おっとっとっと、よいしょ、よいしょ。すっごいな、この角度。風がすっごい気持ちいい。風がめちゃくちゃ気持ちいいですね。あ、すごい。じゃじゃん、西側の景色ですね。結構急やなこれ、本当に。掛川城みくじ100円やりますか。これだ、じゃーん、掛川城みくじ。ちょっと開いてみますね。じゃん、なんだこれ。こうか。え、今日のあなたは切れちゃってんじゃん、こう。奉行級。なんだ奉行級って。レア度4。奉行級レア度4。レア度4だって。上司山内和豊からのアドバイス。願望、願いのつぼみが開く。忍耐と接待が花を満開へ導くだろう。旅行、旅路に障壁なし。未知なる地へ歩みを進めるべし。一言解説。奉行とは勘定財政や寺社など分野ごとに設置された現在の高官庁の大臣にあたる役職でございます。ここからお父さん何しよう。こんな感じです。石落とし、こんな感じ。抹茶のソフトクリームです。今日もめっちゃ暑いからすぐ溶ける。これはすごい事件や、事件や。これはゴールです。今日は2日目です。今時刻はまあ8時ちょっと過ぎなんですけども、浜松城に来ております。今日はですね、浜松城、岡崎城、名古屋城の3カ所回る予定です。今日もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。わあ、開いた。
乗ります。もうやじ。迷うところですね。第三次や名古屋町500円。あれ天守閣って今閉館中なの？なんと残念なお知らせが、名古屋城の天守閣は今閉館しているそうで入れないそうです。なんてこった。そんなこと調べてこなかったから入れるもんだと思ってましたけど、入れなかったんだ。でけえ、この石でかいな。
おはようございます。今日はちょっとあいにく曇り空でございますが、最終日3日目です。国宝犬山城に来ております。こちらの犬山城を見学して今日は宇都宮に帰るという予定です。よろしくお願いします。では行きましょう。いきなり急な階段です。よいしょ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 。石落としのまま敵が攻めてきた時石を落とすと、ここから落とすんだ。石落とし段差がある。よいしょ。上段の間、武具の間、国宝松江城、姫路城、犬山城、彦根城、松本城。ああ、おはようございます。正面から右前でちょっとぐるっと回ります。はい、外へ出ますと床面が少し前下がりになってます。向くための傾斜がありますので、ああ本当だ、本当ですね。すごいです。この犬山城の天守閣最上階からこのような景色が見ることができます。この手すりを見てください。めちゃくちゃ低いんですよね。ほんと低いの。だからちょっと怖いです。すごいわね。にぎわいそうですね。
到着しました。じゃん、終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。宇都宮に帰ってきました。今回は秋の乗り放題パスを利用して静岡県と愛知県城巡りの旅に行ってきました。ご当地のグルメも食べれたり、お城は6カ所見学することができました。とても楽しい旅となりました。今回の旅が参考になったよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。